はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。今ね、悠久の回廊という場所にいまして、まあ前回の続きなんでね、このまま行っちゃいたいと思います。だいぶね、なんか誘惑されてたんですよね。だそれを振り切って先に進んできたわけですけど、まがいものの勇者の力ではそれが限界のようだな。やはり本物の勇者の力でなければ奈落の門の封印は破れないということか。まあ良い、ちょうど待ち人が来てくれたようだからな。これマデサゴーラなの？よくぞ参られた勇者、要は大魔王マデサゴーラ、魔族の王にして創世の女神への挑戦者。マデサゴーラ名前してるけどこんな姿なんだ。魔法使いのパパみたいな。そなたにはぜひ我が世界創造のための協力者となってもらいたかったんだ。さあ共に手を携え奇跡を成就させようぞ。何を言っているの。私はあなたを倒すためにここまで来たのよ。姿今まで見なかったからね。でもやはり理解してはもらえぬか。勇者といえど所詮は神の作った道具、芸術を介する心は持ち得ぬということだな。それならそれでよい。道具に理解を求めても無意味なことよ。要はただより優れた道具を求めるのみだ。さあまがいものの勇者トーマよ、そなたの妹が世に協力してくれるようにそなたからも説得してやってくれ。戦うんかな。トーマ兄様、操られてるよね完全に。どうなんだろうね。アンルシア、ここまで来るとは強くなったんだな。さすが真の勇者だ。だがお前がいくら強くなったところで大魔王マデサゴーラ様を敵に回して勝てる可能性など万に一つもない。それよりお前も大魔王様のもとへ来い。我々が争うなど何もない。また兄弟ともに助け合っていこう。それはできません、トーマ兄様。私には守るべきものがあるのです。それに私は勇者だから、勇者として大魔王はここで倒します。ならばお前は私の敵だ。こうなるのか。我が主のためお前を倒し、主の意に従わせみせよう。兄弟が争う姿を見ることになろうとは嘆かしい限りよな。だがこれも偉大なる創造のため、トーマよ。世の道具として最後の役割を果たすがよい。たとえトーマ兄様が相手でも私は引くわけにはいかない。ポッコ、あなたも力を貸して。さてトーマ王子、さて行きますか。まあ、こっちのパーティー強いからね。壊された。天下武装の方がいいかな。リカーシー率なんか高いような気するけど気のせいか。あ、今避けれないよな。ビッグパンとかって、なんだ。
強いな。横ずれた方がいいかこれ。お、マジか。まあ、結局はね、どうなんだ、どんぐらいかかるのかわかりませんけど。まあ自分はね、まあ、バージョン2ぐらいなんで、レベルはね、そんな上げないようにしてるんですけど、フレンドさん、その代わりね、高いフレンドさんなので、まあ戦闘は楽かなと思うんですけど、いくらかね。トーマとて、すでに我が眷属。その程度の攻撃で滅びはせぬわ。なんだ、またなんかなんのかな。変身とか。しないか。トーマ兄様、今大魔王の呪縛から解放して差し上げます。グハハ、世の狙い通りになったようだな。そなたの放った勇者の技の力はトーマの肉体に吸収させてもらったぞ。これならばまがいもの勇者であっても奈落の門に施された封印を破れるだろうよ。ただし一度限りの使い捨てになろうがな。我が主のおもしめすままに。な、卑怯な。そんなことはさせない。もう卑劣なんだ。もはや勇者など無用の成仏。不要な道具は処分せねばなるまいな。大いなる闇の根源よ。古き契約に従い、世に力を与えたまえ。あ、これ、まあ、一応ね、バージョン1クリアした時に出てきた手だね、これね。まあ、一応エンディングはね、配信禁止場所なので、そこはね、ちょっと収録できなかったんですけど、あの手が出てきてね。お、なんだ。世は世界を望むまなに作り変えよう。勇者よ、世の偉大なる創造の礎として奈落の底に果てるがよい。黄金の、黄金の、待てよ。大魔王マデサゴーラ。黄金のクワガタムシは出後ろ、完全にもう。まあまあ、あ、闇の頃もいい。マジか、あんま食らねえな、これ。まだんて、ちょ待て。逃げろ。逃げても食らえるな、これ。9999? マジかよ。まあ、しょうがないか。闇の衣を打ち消した。まあ今だろうな。おお、いいね、3800。いいね。ああ、マダンテ使ってくるのかな。
すぐまとうよね、あの子供ね。天下無双連打でもいいや。せえな。あ、黄色くなった。おー、今勇者様様だね。なんですけど、まあ倒して終わりじゃないよね、これね。逃げろ。何やってるか分かんないかな。マダンテとかいきなり使ってくるからね。あ、倒した。勇者よ、これで勝ったつもりか？世の野望は今まさに達成されようとしているというのに。兄様、創世の霊覚よ、絶大なる力よ、世の望みに応え、世の望むままにその力を供するがよい。供するでいいんだよな、あれな。ほんの一部でもこれほどの力か。霊覚の力を手に入れることが叶えば、世の創造は必ずや創世の女神を超えよう。世界は世の望み通りに作り変えられ、世は新たなる創造神と称えられるのだ。見るがいい世界の改変よ。まあまあ創造神ね。これが創世の霊覚の力なの？なんて恐ろしい。でも私は負けない、はい、これがねちょっと自分の知ってる姿でして、まあ、モンスターズでいたんでね、だ大魔王の姿は知らなかったけど、創造神、だ大魔王マデサゴロ最初聞いた時にあれこれ創造神じゃなかったっけと思って、でも大魔王マデサゴロって書いてあるけどね。グハハ、この姿を見ても立ち向かってこようとはなかなかに堅気ではないか。だが、この歴然たる力の差を前に何とする？くっ。ボッコ。
わあ、これは手加減が過ぎたかな。次はもう少し強めに行くぞ。ほう、面白い。ありがとう、ボッコ。もう大丈夫よ。私は絶対に負けない。ボッコ、あなただってそうでしょ。私にくじけない勇気を示してくれたのは、いつだってあなただったんだもん。あなたが私の盟友でよかった。二人ならどんな強大な敵にだって立ち向かっていける。勝てるって信じられる。がは、威勢の良いことだが、世の作りし世界では、そなたら勇者の力など何の役にも立たぬぞ。世は、この絶大なる力をそなたたちと誓って試したいのだ。くれぐれも簡単に壊れてくれるのよ。さて、創造神ですよね。大魔王って書いてあるけど、創造神マデサゴーラ。これがバージョン2のラスボスなんかな。だからこれね、実はね、まあ、自分ずっと前にね、ジョーカー3ってね、配信してたんですけど、その時作りましたからね、こんなんいいんだと思ってましたけど、今、テンやってね、初めて戦ってますんで、まあ、順番逆なんでしょうけどね、あの時テンやってなかったんでね。やってなかったというか、バージョン1やったっきり、5年ぶりに自分、バージョン1配信してましたんで、まあ、このボスは初めてですけど、戦うのは。まあ、いるんだろうなとは思ってましたけどね、まさかね、バージョン2の最後だと思いませんでしたからね。おかげさまで、大魔王マデサゴーラの姿も見ることできましたし、変身前の姿とかね、これ変身ですよね、これね。こんなん見たことなかったんで、まあ、このパートのみですね、これはね。ということで、こっから先はちょっと自分わかんないかな、さすがに。まあ、ここまでもストーリーとかは全然わかんなかったんですけど、アンルシアとかはね、いるのは知ってたんですけどね。だからバージョン3以降なんか自分やったことないので、多分モンスターズとかね、今後そんなん出てくるんじゃないかなと。なんだ？加速する世界。あ、ネルゲルの、中身読んだ時と同じような状況か、今。仲間が強いんでね、まあ、すごいね、時間かかって配信するよりは、まあ、いいかなと思うけど、やべえな。大丈夫か、これ。落ちたりしないんだろうな。あ、落ちた。なんか、簡単にいけるのかなと思ったら、そうでもないな。世界中扱っといてあげようか。あ、いっぱいかいいや。体勢が元に戻った。あ、あんま効かないよね、お父さん。こういう。一応いろいろやとか、新速。ああ、なんだ。落ちたな。おー、勘弁して、マジで。まあ、もったいないな、捨てられないもんな。捨て身当てるとやばいな。高校力のテンション貯めて打った方がいいか。あ、またなんか創生の力。悪い効果に輝く不浄なる世界。ちょっと行った方がいいよな。バーン。ショックを与えた。これ固まってると危ないかな。お、でも溶けちゃった。
ろ貯めろ。269しかないかな、ちょっと怖いけど。あ、ランドリー、やばいやばいやべやべ、いきなり来られるとあんなに避けれないよね。捨て身でもう撃っちゃうか、これなんだ。いや、せっかく2溜まってるから50枚くらい捕まって、変身ゲーム。いや、2400いった。ああ、また何か変わったぞ、創生の力。危ないなこれ、本当にたる世界。何段階あるんだろうこれ。もう溜まってるからな。お、いいね、皆様温まってきてますね。お、すごいダメージ食らうじゃん今。ボッコに怒り、ちょっと待って待って待って、やられんねん。へい、おお、8600。ゴッコさん最大ダメージ出ました。ゴッコさんでも出んのか、あんなダメージ。そう、待て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 、マジか。あと2個あんのか。助けて、ここまで嫌いたくないぞ。おー、よかった、えらい、アンルシア。よし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 、逃げる。今世界人の初解読だ。お、なんだ、生き返ったと思う。バカ、どこまで逃げればいいんだこれ。あ、あれ食らったらやばかったもんね。マジかよ、なんだ900って。あんな防げないよ。頑張れ、魔力回復。そんなことやってる場合じゃない。ドン、強いね。簡単にいけるかなと思ったら自分がちょっと甘かったんで。そうでもなかった。あ、倒した。あ、ボッコさん、とりあえず上限いきましたね。あ、倒したって終わったね。強かったね。はい、さてね、倒してね、いきなりね、ちょっと配信禁止区域になってしまいましたんで、エンディングが流れましたね。とりあえず倒しました。これね、まあ、グランゼドラジオにいるアリオス王に話しかけようということで、話しかけたら先進むんですよね、おそらくね。それで、キャラがね、パーティーがもう全員100レベル超えてますので、自分もね、85まで上がりましたけど、まあ、これ配信当時多分自分と同じようなレベルのキャラクターがいて、まあ、戦うって考えたらすごい強いですよね、相手もね。まあ、これでもきつかったんでね、ちょっとね、もうちょっとうまくいくんかなと思いきや、そうでもなかったようなので、行き先を見る。ここに行けば多分始まると思うので、
そうね、バージョン3なんですけど、まあ、エンディング中にね、まあ、配信禁止なんであんま中言わないですけど、多分これから先そこに関連していくような話になっていくと思うんですよね。まあ、とりあえずあの門があってねみたいなでいろいろもらったんですけど、ここのね、あの無限編クエストっていうのがまだ自分やってないので、おそらくバージョン2だと思うんですよ、2で始まったから。だから今後ねこれをやって王に話しかければいいかなと思うんですけど、だから今んとこ行かなくていいかな。王に話しかけるのクエストじゃないんだね。だから途中にあるクエストって何なんだろうと思いまして、まあ、2をクリアしたので3扱いでいいんかな、とりあえずは。だからあの無限編クエストをもし終わって、そのまあ何話でね、あのクエストの、まあ、こう383なんで、まあ、どこで終わるか分かんないんですけど、何話か多分続くと思うんですよね。で終わった時点が、まあ、バージョン2で終わりということで、こことか3になるのかな、じゃあ運命の出会いってちょっと分かんないですけど、まあそれだったらそれでもいいですしね、まあここ入れちゃってもいいし、まあいつでもできるのでね、こんなんね、まあそんなのも今後やっていけばいいかなと思います。じゃあとりあえずね、あのひとまずラスボス倒しましたんで、次回からねまたね、あの無限編クエスト攻略していこうと思います。おそらくここより難しいんじゃないかなと思いますけど、今より難しいぞっとしますよね。だからあのこの強さでいこうと思いますので、世界中の歯とかね万全に集めてねいかないときついでしょうね。ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあね、ある程度やってまたバージョン3いきますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。